よくぞ集まってくれた。まずはソラ、リク、ドナルド、グーフィー、オーヨ、感謝の言葉しかない。ありがとう。そしてアクア、ベントス、よく戻ってくれた。いえ、長い間不在にして申し訳ありませんでした。そして皆さん、助けてくれてありがとう。みんなありがとう。時間がかかってしまってごめん。テラもまだ助けられなくて。いいえ、これは我らエラクス一門三人の問題です。私たちで乗り越えないと。うん、以前闇の世界で助けていただいたと聞きました。もっと早く助けに行ければよかったのですが、自分が未熟なばかりにすみませんでした。そしてありがとうございました。うん、立派になりましたね。リクはキーブレードマスターなんだ。そうなんですね。おしゃまもさ、ミッキーもそれはまだだけどね。またそれ言う。出会った頃と変わってなくて安心したわ。あなたは覚えてないかもしれないけど、いいのよ。そして新たなキーブレード使いとなったリアとカイリ、短期間でよく頑張ってくれた。よろしく。俺もキーブレードマスターになるから。カイリ、あなたはやっぱりあの時の。え、顔見知りかい。私とミッキーがレイディアントガーデンで出会った時にアンバースに襲われていた小さな女の子、覚えていませんか？ああ、あれカイリだったの。私がかけた魔法が少しは役に立ったのかな。ごめんなさい、私幼い頃の記憶がなくて。でも私も助けていただいていたんですね。ありがとうございます。ううん、あなたはまだとても小さかったから、記憶をなくしていなくてもきっと覚えていないわ。窮地を温めるのはいいけど、俺置いてけぼりだし、ロクサスそっくりな奴がいて一瞬息止まるくらいびっくりしたけど。ベンはベンで久しぶりな上に友達なんだけど、その説明もややこしいし、なんかみんな誰かと誰かが昔出会ってて情報多すぎて記憶できねえよ。ごめんよリア。記憶してるのか。ああ、もちろん友達だろ。リアまでキーブレード使いになっててびっくりだよ。ああ、アクセルとベンは知り合いなのか。アクセル？リアじゃないの。あら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 、ややこしいだろ。いや、うん、また増えた。ご心配なく、皆さんにお渡ししているモバイルポータル、そちらの方にこれまでの経緯をまとめておきましたので、後で目を通してみてください。それでわからないことは各々通信で聞くと。さすがシルビー、準備がいいね。うん、これで守護者は7人揃った。うん、でもロクサスもナミネもテラもここに揃わせてあげたかった。何弱気になってんだよソラ、らしくないぞ。
テラはきっと機関側にいる。その時こそ助けるチャンスだ。私とベンもいる。テラは必ず連れ戻す。俺昔テラと約束したんだ。テラを助けるのは俺じゃなきゃいけない。ロクサスは何とかする。方法はまだ見つからないけど、俺が連れ戻す。ナミネは私といつも一緒にいる。それを感じている限り彼女は消えない。戻ってこられる。私も諦めないよ。一人で抱え込まなくていいんだ、ソラ。僕らはキーブレード使いじゃないけど、ソラのキーブレードを一緒に握ってるんだ。いつもそう思ってソラの背中を見てるんだよ。そういう意味はあるね。台無しだな。ここに全員が揃わなかったのは残念だが、こうして7人の守護者は揃った。ドナルドとグーフィーも参加し、9人の光の守護者とも言える。その先に必ずや全員が揃うと信じよう。はい。ミオ町かの地に集う。今日はおのおのゆっくり静養するといい。はい、はいはい。入ってくるときに思ったけど、本当に綺麗な星空だね。ええ。あれから10年以上も経ったんだね。そうね。俺、いろんな夢見てた。アクアやテラの夢や、ソラたちの夢も見てたかな。あと、全然見たことのない仲間の夢や、そうそう、変な動物もいっぱい出てきたな。夢の中でも、ずっと冒険してた気がする。私もいろいろあったわ。でももう少し、もう少しで元に戻る。テラが戻ったらいっぱい話そう。箱探しはたくさんだ。出てくるのは全部違う箱だしよ。そうだね。箱探しはここまでにしよう。なんだって？世界のどこにも黒い箱はない。それが答えさ。やっぱり騙されてたんじゃないか。焦らずお聞き。今探しても意味がないんだよ。よくわからねえな。結局箱はどこにあるんだ？光と闇が衝突するキーブレード戦争の舞台さ。私たちはただ待っていればいい。どちらが勝とうが箱は見つかる。おいおい、じゃあ俺様の出番は？今回は温存しておきな。箱が手に入ったら忙しくなるからね。もう、
ロクサス、とうとうお前を助けられないままこの日が来ちまったな。お前の故郷はこの世界ではないだろう。お前、戦いに来たわけじゃない。緊張するな。 おい、そんなに食えないだろう。それに一本はロクサスの分として、もう一本は誰のだ。二本食うつもりだったのか。知らねえよ、なぜか三本買っちまったんだよ。てか何しに来たんだお前。記憶してるか、俺たちが親友だった頃、城に時々忍び込んでた。ああ、そこでできた友達を救い出すために、俺たちは賢者アンセムに弟子入りした。覚えてるよ。でも見つからなかっただろ。諦めたのか。諦めてねえけどさ、俺らが弟子になった直後、なんだか知らねえうちに賢者アンセムは行方不明、なんだか知らねえうちにノーバディになって、なんだか知らねえうちにお前はゼムナスの側近になって、それどころじゃなかっただろう。ゼムナスの元の姿、ゼアノートの研究材料だったあの子を救い出すには、そうするのが近道だと思った。で、見つかったのかよ。俺も最初はお前が上に行けるように協力してただろ。見つからなかった。いたという痕跡さえな。あの子は最初からいなかったのかもしれない。いつしかそう思うようになった。そして、いつの間にか俺の目的は変わっていった。より強い存在になることに。そこがダメなんだよ。今からでも期間なんてやめちまえよ。お前こそ、ロクサスも探していた友達と同じだろ。あの子はもういない。そう思った方がいい。ふざけんな。俺はロクサスを必ず連れ戻す。そしてあの子も探してやる。なんならお前も連れ戻してやる。目の下のマーク消えたんだな。ああ、もう必要ない。泣き虫だったお前に俺が教えてやった逆さ涙のおまじないだ。うっせえ、帰れ。明日ボコボコにしてやっからな。楽しみにしている。いつお前の中にいると気づいていた。助けてくれただろ。俺についてきたのは何が目的なんだ。レプリカの試作だった俺は失敗作だった。お前たちと別れた後、すぐ体は朽ち果ててしまい、中途半端に持った自我は闇の一部となってさまよっていた。そのまま闇に溶けようとしていたところにお前が現れた。運命でも感じたか。そうかもな。どうせ溶けるなら闇よりお前がいい。それでいいのか。ああ、でも最後にまだやることがある。だからもうしばらく溶けずにいるさ。ゆっくりすればいい。リク、一人で何してるのかな。でも一人にさせてほしいって言ってたから、そっとしてあげよう。うん、はい。お、え、
からの戦いは今までと違う。もう離れ離れにならないように、おまじない。うん、でもカイリは俺が守る。ううん、私が空を守るよ。